眼科医の平松です。今日は白内障手術を受けるときに自費の眼内レンズ、完全の自費のね、眼内レンズを入れるのと、いわゆる保険の範囲内プラスアルファの選定療養の眼内レンズを入れるっていう選択肢があるんです。で、その選択肢の選び方についてお話ししようと思います。ある程度お金が余裕がある方だったら、白内障の手術のときに多焦点レンズ、遠くも中間も近くも見えるようなレンズにしようかなと迷う方もいると思います。まあ、それはいいことだと思います。もちろんデメリットもありますけどね。で、その場合、じゃあどういうのを選んだらいいのかなとか、で、すごく高いレンズ、もうそれこそ片目で50万から100万ぐらいするレンズとか、はたまた選定療養だと保険プラス20万から30万ぐらいで済むレンズっていうのがあるわけで、どっちがいいかなって迷うと思うんですよ。で、それぞれのメリットデメリットっていうのを結構ね、特に自費のレンズについてあんまりにもいいこと言いすぎてるところが多いので、今日の実はあるこういうデメリットっていうのもぜひ知っといていただいた方がレンズの選択には重要なので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。こんな感じで白内障手術のレンズの選び方とか、白内障手術を避けるためにとか、実際の手術の動画とかっていうのは白内障再生リストっていうところにありますので、まあ、そっちを見ていただければと思います。じゃあ、詳しく話していくと、まず自費と選定療養ってあって、選定療養との自費の最大の違いっていうのは、選定療養っていうのは一応厚生労働省が認可したレンズを使うってことになります。なので、もし何かがあった場合も国の救済制度とか、まあ、そういうのがあって、まあ、例えばレンズに問題があったとか、まあ、そういう場合は国が保証してくれるというかな、費用的な面でのことをやってくれるというのがあります。一方、完全自費のレンズの場合って勝手に海外から輸入してきて、国がいいと言ってないものを勝手に目入れてるわけですよね。もしそのレンズにトラブルがあった時も、結局全部自費でやってくださいってことなんです。それは保険診療での治療ではないですよってことになります。なんとなくわかりますよね。例えば、まあ、シリコンとか鼻に入れた、ね、それを取る、まあ、これは自費になりますよね。保険の治療じゃない、まあ、こういうことです、っていうのが値段的な問題。それ以外として、海外から輸入するののメリットデメリットっていうのがあるんです。いい点としては、まあ、やっぱり性能が高いっていうのはいい点です。やっぱり日本で推奨されている3焦点レンズよりも5焦点とか、まあ、いろいろある、完全自費のレンズの方が性能自体は高いです。ただし、まあ、さっきも言ったように海外から輸入してくるわけなので、例えばウクライナ情勢とかなんとかがあった場合、まあ、残念ながら予定してたレンズが日本に入ってこないとか、はたまた、ちょっとトラブルがあった時、例えば、あなたの目にレンズを入れようとした時にレンズにひびが入ってたとか、ちょっと汚れがあったってこともゼロじゃないんです。その場合、じゃあ替えのレンズがあるかっていうと、ないこともあるんですね。一応大体のクリニックは2枚レンズを頼んどいて、1枚なんかあった時のための予備も置いとくんですけど、2枚ともどうにかしちゃってるってこともゼロじゃないんです。その場合、白内障手術終わりまして、レンズ入れようとしたら、あ、レンズダメだ、もう1個、あ、ダメだ、あれ、レンズないわってことで、じゃあちょっともう1回輸入した時入れましょうみたいな感じになっちゃうってなると、ちょっとこれはデメリットかなっていうふうに思います。日本にあればね、業者に行って持ってこいって言えばそれでできちゃうわけなんで、まあいいですよねって感じになりますね。業者さんも大変だと思いますけど、それは申し訳ないけどちょっとお願いしますって感じになりますよね。というのが、ちょっと違いとしてあるっていうふうに思います。もう一点が、まあ、長期的な成績っていうことになります。日本で認可されているレンズっていうのは比較的長期的なデータがあるレンズだけを取り扱ってます。まあ、すごく長くはないけれども、なので予診場トラブルがあったとしても、まあ、そんな数年動向はないかなっていうのとか、まあ、ある程度症例数も多いので同じように苦労する患者さんがいるんです。今までも、まあ、日本で承認された眼内レンズでも、トラブルが起きたことってありました。例えばハイドロビューって言って、入れた眼内レンズが後々白く濁ってきちゃう。それも何年かしてから。とか、あとはグリスニングとかホワイトニングって言って、まあ、レンズに白い気泡がついちゃったりとか、後々してくるとか。まあ、そういうトラブルって今まで何度もあったんですよ。だから、多くの眼科医からしてみると、一回眼内レンズを入れて、いくら業者がいいいいと言ってみても、何年後かに何らかのトラブルが起きる可能性ってゼロじゃないんだなっていうのが、大体ある程度今の50以上の眼科医であれば経験があると思います。まあ、うちの
病院だとね、名誉院長とかも80代とかなので、まあそういう意味で、経験がすごいあるわけで、まあそういうね、知識を得ながら、あ、じゃあちょっとこういうのは避けときましょうとか、そういう話ができるわけです。まあそんな感じで、やっぱ若い先生だと、まあそんなないでしょうって思うかもしれないけど、まあ、現実そういうことはあるんですよ。っていうのが、まあ問題点としてあるかなって思います。ただ、にもましてやっぱり性能はいいことと、あと自費の診療になることのメリットは、自費なので、クリニックが手厚くしてくれるっていうのがあるんですね。選定療養の、例えば20万とかのレンズって、結構お金出してるから、もうちょっとこう、優しく扱ってくれてもいいじゃないかって患者さんとしては思うかもしれないです。ただ、あの値段って、ほぼレンズ代なんですよ。だから、例えばその20万、さらにあなたが出したからといって、病院の収入が20万上がるわけではさっぱりなくて、ほとんど収入上がらないんですよね。ってなると、普通の単焦点を選んでる人とあなたとで特別扱いができないんですよ。結構自費をたくさんやってるクリニックの場合は、自費の患者さんの場合はコンシェルジュがついてゆっくりお話をして、ふかふかのソファーで休んでいただいて、結構広いスペースでちょっとゆっくりしながらお茶とかも出てきちゃったりして、お菓子も出てきちゃったりして手術受けてとかあるんですよ。無理ですね。選定療養でそんなことをするのは。まあ、やっちゃいけないでしょうし。選定療養とかの場合は、あんまりそのお菓子出すとかお茶出すとかってなるのは、保険診療所やっちゃいけないことなので、まあ、そういうこともないですね。自費の場合は別に構わないですけど。っていうことがあって、いわゆるエグゼクティブ感を出しながらの手術とか、まあ、忙しいから自分の都合に合わせてほしいとか、待ち時間をなるべく少なくしたいとか、そういう人の場合は、選定療養よりは、いわゆるこう完全自費の方が、まあ、優先度高くやってくれるっていうところがメリットになるし、完全自費のレンズをすごく取り扱ってるクリニックって東京とか銀座とか、まあ、結構いい場所にあるんですよね。まあ、そういう意味でも気持ち的にもなんかいいじゃないですか。うん、普通のところでやってるとか地方でやってるっていうよりはなんかエグゼクティブな感じがして、そこのメリットっていうのもちょっとあるかなと思います。なので、まあ、エグゼクティブに非常に皆さんを扱ってくれて、丁重に検査したりとか、丁重に、もちろんね、検査はちゃんとやるんですよ、普通のレンズでも。なんだけども、なんていうか、何々様どうぞいらっしゃいませ、みたいな、こんな感じはない。何々さんちょっとこっち来てください、みたいな、こんな感じになっちゃうわけですよ。うん。まあ別にもうちょっとね、どうぞいらっしゃってくださいって言ってもいいんだけど、まあ、普通の保険診療と延長線上で治療を受けなきゃいけないっていうところがデメリットになるかなと思います。ということで、なかなか他では話さない、自費のレンズのデメリット、メリット。メリットとしては、性能はやっぱいい。ただし、海外製なので何かあったとき、かつ、トラブルがあったときは、すべて自分持ちだし、まあ、責任はすべて自分が持つというかね。まあ、そういうことが問題点としてあると。で、ただし、エグゼクティブ感。非常にこう、手厚く、丁重に扱ってくれるのは、やっぱ全額自費の方ですね。まあ一方で、いわゆるこう、全額自費じゃない普通の方は、まあほどほどになってしまう。それはもうマンパワー上しょうがないですね。そんなコンシェルジュまでつけてっていう、そんなことやったらもう完全に病院潰れちゃいますんで、できないかなっていう感じになります。という、まあちょっと裏事情を混ぜながら、眼内レンズの選び方についてお話ししました。今日の動画が参考になったなって方の場合は、ぜひ、高評価ボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。